衝撃、ポケモンのモデルになった動物10選。ウツボット。ウツボットは印象の薄いマダツボミの最終進化系である。このポケモンの外見はカナダのニューファンドランド島の象徴下であるネペンテスと呼ばれる恐ろしい食虫生物を思い起こさせる。ネペンテスは大きな口を開けているような形状であり、そこに休みに来た昆虫をむさぼり食べてしまう。ウツボットにあってネペンテスにないものといえば、ポケモンスタッフによって付け加えられた2本の牙くらいである。コイキング。基本的にコイキングは跳ねたり横になって無力な目であなたを見つめるだけの無価値で意味のないポケモンなので、多くのことは期待しない方がいい。ある意味それが逆に愛おしいのだが、最終的にはギャラドスに進化することを誰もが望むだろう。何はともあれ、コイキングは実際に存在するイエローロックフィッシュを元にされている。その姿はほぼコイキングそのものである。またイエローロックフィッシュは食用としても知られており、なんと100年かけて大きくなると言われる魚である。スリープ。エスパータイプのポケモンであるスリープの外見は実に興味深い。一見するとゾウやアリクイまたはその間のような外見をしているが、実際にはこのポケモンをデザインした人の頭の中には異なる動物が浮かんでいたであろう。アリクイのような鼻、短い足を持ち、黒、白色の混ざり合った体。これは明らかにマレーシアのバクこそがスリープのデザインの元となった動物である。ワルビアル。英名クロコダイルを見ると、このポケモンがクロコダイルを元に創造されたことが容易に想像できるのではないだろうか。しかし実はそのように考えた人は誤っている。ワルビアルはクロコダイルではなく、ワニの一種であるガビエルをデザインに作られたのだ。北インドに生息するこのガビエルはワルビアルと同じ特徴的な細長い口を持っている。エモルガ。エモルガは電気タイプの進化しない、なんとなく特別なポケモンである。このポケモンはモモンガをモチーフにされていると推測することができる。モモンガとエモンガの両者は空中を飛ぶことができる羽のような膜組織をその腕の下に持つ。サクラビス。サクラビスは実世界に生息するデングギンザメを元に作られたと思われる。この魚は深海に住む非常に希少な種で、長い鼻で獲物を捕ることで有名である。テングギンザメとサクラビスの共通点といえば、その長い鼻、ピンク色の体、大きく丸い目が挙げられるが、可愛さで言えばサクラビスが圧倒しているのは議論の余地がないところであろう。そしてテングギンザメが背中のヒレの部分に微量な毒を持つのだから、サクラビスも水、毒タイプにすべきという意見もある。サンドパン。サンドパンはサバンナに生息する仙山鉱と極めて近い関係性を持つ。仙山鉱はアリクイの一種であり、その背中に身を守るための鉱皮を持ち、サンドパンに非常に似ている特徴がある。その他の共通点として、丘を登るためや他の動物を切り裂くのに使われる細長い爪がある。その角に体を覆う鉱皮はケラチンでできており、それは人間の爪を作り出す物質と同じである。サンドパン、仙山鉱、両者ともに安全性を高めるために玉のような形になって転がることができる。ヤブクロン。
ヤブクロンの作成を手掛けていた時、クリエイター陣はもしかしたら疲れていたのかもしれない。なぜならこのポケモンは他の種類とは異なり、誰の家にも今あるであろう普通のゴミ袋を元にしているからである。しかし多くの人がヤブクロンは単なるゴミ袋よりも可愛いと思うはずだ。約 27kg の体重があり、これはあなたの家の最大時のゴミの量と匹敵する。ニョロモ。ニョロモは英名ポリワックは、現実世界に存在するオタマジャクシポリウォグとほぼ同じ名前である。オタマジャクシはカエルになる前の幼生期の姿であり、彼らは足がまだ生えていないため主に水の中に生息している。ニョロモはお腹にある渦巻き模様ですぐに認識されるが、現実世界にもこのような印を持つ種が存在する。ミズゴロウ。ミズゴロウは青い体にオレンジ色のチクチクしたほっぺを持つ愛らしいポケモンである。正直言って濡れてなければ一緒に添い寝をしたくなるような可愛らしいルックスをした生物である。ミズゴロウを想像するきっかけになった動物はサンショウウオであるアホロートルであった。アホロートルの特徴として、その一生を変態せず幼生系のまま成熟繁殖する点が挙げられ、なぜミズゴロウがこんなにも愛嬌のある姿で存在し続けるかの説明がつく。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。